なんか、明らかに雰囲気っていうか、音楽が変わった。なんか関係あんのかな？見えない何者かがピアノを弾いている。何か用か？あなたが彫像の息子さん？そうだ、それがどうした？彫像の息子は姿が見えない。え？どういうこと？まあ、音楽家のなんだ、音楽の才能というか、そういう思念だけがこう、生き続けてるとかそういうの。ガチホラーじゃん。そうだ、それがどうした？聞きたいことがあるの。なんだ？この家のお嬢様について何か知らない？多分2番目の。ああ、あの娘か。知ってるの？どんな子？2番目の次女っていうこと？三女とかもいんのかね？すまないが僕は目が見えない。容姿に関しては言及できないが、目が見えない。ああ、姿が見えないのはそういうところも関係、いや、関係ねえか。性格は温厚だ。人を憎むことを知らない。人間は完璧ではない。誰かを憎み自分を愛する者こそが普通の人間だ。まれに例外はあるが、あそこまで周りとかけ離れているのはいくらなんでも異常だな。だが、最近の娘は少し変わったな。変わった？運命を受け入れ、そして強くなった。優しいだけではダメだと気づいた。とても人らしい娘になったな。人らしく、そういえば、君とあの娘は似ているな。目が見えないんじゃ。容姿ではない、声だ。同一人物かと思うほどだな。まさか。嘘をついてどうする？本当のことだ。そう。おしゃべりにも飽きてしまった。僕は散歩に行く。もういいだろう？あ、ありがとう。そうだ、これを持っていけ。どこで使うかは知らんがな。謎の鍵を手に入れた。では失礼する。声が似てるか。似てるけど違うだろ？君とあの子は。どんなに真似をしても君は君だ。今の、なんだっけ？おぉ？声が似てるか。同一人物かと思うほど、兄弟、姉の方かな？城山遥さんは。いやでも、そうするとショッピングの時に見かけたっていう、いや、それでもわからないんだけど、なんとも言えんな。でもさっきの彫像が、その多分お姉さんだろうっていうのを見たはずなんだよね。じゃあやっぱ違うか。声が似てる？三女？かなぁ。いや、わかんねえ、わかんねえぞ。まだわかんねえことが多すぎる。いくらなんでもね。で、謎の鍵ってのもらった。どこで使えるかは、謎です。引き出しの鍵を開けた。中にはアンケート用紙の束が入っている。要相談と書かれた付箋が貼られている用紙を取った。私は昔から綺麗だと褒められました。これアンケート。何のアンケートかわからんけど、これ、どういうこと？しかし同時にその美しさを無駄にしていると言われました。誰とも関わろうとせず、顔すら周りに見せようとしない。そう言われるたびに私は自分に自信をなくしていくのです。私はただ人見知りなだけなのに、まるでそれが悪いかのようにみんな文句を言うのです。これは人によってはなんだろう、皮肉っぽいというか、遠回しな自慢話をしてるよって受け取る人もおるだろうね。しかし彼だけはいつも私を励ましてくれるのです。彼はとても素敵な人です。だからこそ私は一緒にいてはいけないのです。彼がクラスメートから陰口を言われてるのを知ってしまいました。私と一緒にいるからです。ですが彼は気にするなと言います。私は一体どうすればいいのでしょうか。匿名だから誰のかわからない。主人公かお嬢様か。スマートフォンの持ち主。そうだ、この引き出しはね、青の引き出しなんだよね。多分だけど。どっかにヒントあったのが、もう全部しらみつぶして探していくつもりではあったんだけど。
スマートフォン、彼専用。いや、でも、一緒にいてはいけないって言ってるから、このアンケートはこのスマートフォンの持ち主とは違うのか。別れよう。いや、わかんねえぞ。わかんねえとして言いようがない。そして、特になんかまたアイテムがあるわけじゃなかった。ヒントも特にはなし。明確なヒントではないか。さて、どうしたのか。おや。ごめん、俺のせいだ。いいの、雄大君は悪くないでしょ。俺は、君が。ごめんね、今は一人がいいの。わかった。そうだ、私は。おや、登場人物が出てきたな、明確な黒い影じゃなくて、雄大って生徒会の副会長だよな。あの写真の中に、今ベッドで寝てた子も、生徒会の写真とかにいたか。いや、名前が出てないから何とも言えないんだけど、そもそもこの子の名前が分かってないからな。お墓は、まあ汎用的な。なんかすごいお墓自体はすごい、舞台はこれ日本なんだよね。西洋っぽいというか、なんというか。まあまあ、これはこれでおしゃれよね。久しぶり。夢でも見てるのかな？遥かが目の前にいるなんて。いや、主人公は城山遥さん確定か？いや、名字が出てないからわからんが。夢じゃない。私はここにいる。生きていたの？そんなことはないはずだけど。あなたの言う通り、私は今は生きていない。幽霊だとでも思って。生と死の狭間か。まあ、正確に言うと死んでないのかな。いや、わからんけどね。そう。私の家にあった本には、人間は霊と交わることができないって書いてあったけど、どうして会えたんだろう。あなたが私の人生において重要人物だからじゃない？あの本が置いてあったのは今話している人か。いや、わかんないけどね。あなたが私の人生において重要人物だからじゃない？そんな風に思ってくれていたの、とても嬉しい。もちろん、当たり前でしょ？私を殺したのはあなたなのか。衝撃の事実。ちょっと待って。どうしよう。整理する？しとくかい？今目の前にいるのが、お嬢様であった可能性は非常に高い。で、まあ、今、主人公を操作しているのは遥さん。で、その遥さんを殺したのがお嬢様。お嬢様は人を恨まないっつってたよね。どうしてそこまでに至ったのかの情報は、まあさっきの病院、その雄大君とのやりとりが関係してるのか。相変わらず嫌われてるみたい。彼女を許す、許さない、許すも許さないも情報が足んねえんだよな。いや、どうなんだ。もともと雄大君はお嬢様とお付き合いしてて、それをなんだ、遥さんに、まあ、くら替えって言っちゃ言い方悪いけど、好きな人が出てきたら別れようって言って、それで怒りを買って、主人公のことを殺した。逆もまたしかりなんだよな。そこら辺の情報はまだ確定じゃない。私が、まだ考察しきってない。漏れてる。とりあえず許さないでおこうか。雄大は渡さない。あ、いや、そっちだな。もともと、遥さんと付き合って、お嬢様、絶世の美女の方がいいって雄大くんが言い出した。付き合ったかどうかもわかんねえんだが。いやでも別れをつってるから一応付き合っておいたのか。それにこんなところで死にたくない。さようなら。
ねえ、隣のクラスの子、死んだんでしょ？そうそう、原因不明の窒息死だって。でもそれと同時に、うちのクラスの城山さんが意識を取り戻したって。何それ、偶然にしてはタイミングが揃いすぎてるよね。絶対何か関係あるでしょ。やば、不気味。実は城山さんが犯人だったりして。もう何言ってんの？城山さんかわいそうじゃん。単なるジョークだって。でも、ありえない話じゃないかもね。このお嬢様が、その、はるかさんを殺した理由っていうのが、まだどうにもわかんない。理由は、ないよな。今のところの情報だと。ごめんなさい。え？おしまい？は？何も言わんし。え？どういうこと？空白のページに戻ってきた。確かあの本には、なんか死の原因になった存在を消滅させないと自分が死ぬっていう話だったよね。まあ消滅させたら代わりに、まあ生き返るというか、まあ現世に戻ることができるみたいな話をしていたけど。これは日記で、ああ、まだ読めんか。これで、また、病室に行くと、おや、雄大少年がおらんくなってる。はるか。今これ寝てるのがお嬢か？今は髪型がさっきとは違うけど。さっきエンドで泣いていた理由とかもよくわかんねえのよな。外に出ますか？これは、どうなんだろう？別エンドか？そこのお姉さん。少し聞きたいことがあるんです。はい、何ですか？あなたは人を殺しましたか？殺しましたよね。逃がさないから、絶対に。やったよ、お姉ちゃん。うちのクラスにめっちゃ休んでる子いるじゃん？うん。その子はどうしたの？お姉ちゃんが病気で亡くなって、その子精神崩壊しちゃったんだって。マジ？かわいそう。あくまで噂だけどさ。本当だとしたら、お姉ちゃんのこと大好きだったんだろうね。ねえ、聞いた？うちのクラスの女子が買い物帰りに事故に遭って死んだって。ああ、城山さん、だっけ？そうそう、かわいそうだよね。葬式とか、あんのかな？さあ。君、大丈夫？何があったか聞いてもいいかな？さっきまで一緒に遊んでいた子が、目の前で車に。そうか、辛いことを思い出せてごめんね。とりあえず今日はもう帰って大丈夫だよ。はい。はるか。続いてのニュースです。
自身の姉と友人を殺害したとして、警察は13歳の女子中学生を逮捕しました。少女は容疑を否認しているようです。こんなことになってしまうなんて。ごめんなさい、お姉ちゃん、はるか。私も、今からそっちに行くわ。パパ、ママ、親不孝な娘で、ごめんなさい。戻ったら、まだ何か用があるの？しつこく話しかけるとイベントが進むタイプか。ごめんなさい。編集で多分エンドをね、全部くっつけてると思うんですけど、あれね、時系列が正直ね、ちょっとバラバラな気がするんだよね。結局、はるかさんの死因に関しては事故だったのか、それともお嬢が殺したのかっていうのがどうにもはっきりしない。で、なんかついでのようにお嬢様とお姉さんが亡くなってるんですよ。で、それは3月14日の段階でお姉さんが亡くなっているのかな？それもね、ちょっとはっきりしないんだよね。3月14日のエンド2か。だからって3月14日の話とは限らないんですけど、それがどうにもはっきりしない。で、お嬢は確か自殺してるエンドもあったんですよね。だから今会えてる可能性もなくもないか。じゃあ病院の話ってなんだっていうと、あれ？ちょっと待てよ。交通事故で亡くなったっていう話もあったけど、明らか殺人事件の舞台もあったもんな。あれは別件？でもお嬢様の髪飾りがあったっていうのも謎。そしてエンド7ね。お姉ちゃんやったよって言って誰かに誰かが復讐をしてたんですよ。あれも誰が誰に対してかっていうのが実はわからん。わかりかねる。まあいっか、とりあえず読んでいきましょう。そこら辺がわかるかもわからん。ずっと辛い思いをしてたんだね。それなのに私、苦労したことがない、単なるお嬢様なんだって、勝手に決めつけて。雄大が私から離れていくのが嫌だったの。それに。あなたはお金持ちで、明るくて、周りからチヤホヤされて、私身の苦しみなんて、わからないんだろうって思って。あなたにしたこと本当に反省してる。ごめんなさい。謝る相手が違うよね。お姉ちゃんを返してなんて言わないけど、反省してるならお姉ちゃんに謝ってる。お姉ちゃんが亡くなったのは私のせいだけじゃないでしょ。そうだね。アミさんかな？は何も悪くなかった。ごめんなさい。どうしてあの時抵抗したんだろうって今でも思う。あのまま受け入れていればお姉ちゃんと一緒に行けたはずなのに。まさかあなたを送り出してしまうなんてね。本当にどうにかなりそうだったけど。お姉ちゃんの必死の思いだったのか。大切なものを奪ってごめんなさい。ごめんなさい。別にいいよ。今は幸せだから。過去の苦しみも何か意味があったんだって思ってる。だからそんなに気にしなくていいよ。あ、でも許してはいないからそこは忘れないでね。あのね、幸せになってくれてありがとう。私ね、はるかが話しかけてくれた時本当に嬉しかったの。はるかはすごく可愛くてすごく優しかったから。はるかと友達でいられたのはたった数日間だった。
なんてね。私の日記、本当はもう1ページあるの。部屋の棚にずっとしまってる。もう行きなよ。あ、これでおしまい、もう行きなよ。あ、なんか最後はちょっと突き放してくるね。お姉さんはなんか物のついでみたいに、まあ殺されてしまってるけど、元はといえば主人公の遥さんが、まあ彼氏を取られた腹いせいに、まあ、お嬢を殺そうと画策して、まあ公園で出会ったっつってるけど、近寄って行ったんだよね。あのスマートフォンが物語ってるんだけど。んで、いざ殺そうって時に、ついでにお姉さん殺したの。いや、まあそれもわからんけれども、で、お姉さん殺されて、で、次にじゃあお嬢だってなった時に抵抗したら、なんか多分、なんかの拍子で、車とかなのかなに惹かれて、はるかさんは亡くなった。っていう感じか。で、あ、病院の、あの子は悪くないみたいな話はそこら辺で繋がるのか。あの女が悪いのよっていうのは、白山さんと。それがわからん。で、今幸せなのって言ってたけど、幸せな子がさ、自殺するかね？それともこの狭間の世界で、その遥さんに会えたことで、いろいろとこう、吹っ切れて幸せだって言ってるのか、わかりかねる。わかりかねる。で、エンド7に関しては、遥さんは亡くなって、お嬢が生き残ったよね。だから、遥さんの妹か何かがいないとエンド7は整合性が取れないんだよ。はるかさんの妹がはるかさんを殺したお嬢を殺すことで仇を取ったみたいな話。エンド2の、その、お姉さんが亡くなって発狂したっていうのも、あそこで語られたお姉さんの死因ってなんだっけ？病気とかじゃなかったっけ？いや、ごめんなさいね。これ全然まとまんねえよ、私。ま、とりあえずいいや。ここら辺は話しても仕方がないから、棚。日記ないじゃない。あ、あった。破れた日記？のページ。とりあえず連打しとこう。これで、おや？おやま。ある日、貧乏な家に可愛い女の子が生まれました。女の子は周りとは比べ物にならないほど美しい子でした。しかし、彼女はその美しさをひけらかしはしませんでした。それどころか、彼女は自分に自信が持てず、人との関わりを拒んだのです。彼女を褒めたたえた者は、次第に彼女の陰口を話し始めました。貧乏人のくせに、ネクラで感じが悪い。顔がいいからって調子に乗るな。それでも彼女は幸せでした。とても優しい幼馴染がいたからです。彼は彼女を愛し、彼女も彼を愛しました。二人はどんな時も一緒でした。ある日、幼馴染の前に一人の娘が現れました。娘は目を奪うほどの美しさでした。明るく温厚で、人との関わりを大事にしました。彼は次第に娘に惹かれていきました。出会ってから1年経った頃には、彼は彼女に夢中になっていました。幼馴染は、かわいそうな女の子を捨て、美しい娘のそばへ行きました。女の子は絶望しました。たった一人の味方すらも、そばにはいてくれないのです。ですが、彼が幸せになってくれるのなら、それでよかったのです。ですが、娘は彼を受け入れませんでした。女の子は怒りました。自分の生きがいを否定されたようでした。だから、私を殺そうとしたのに。私はまだ許してないよ。あなたが憎い。
お姉ちゃんを殺したこと、一生許さないから。だけど、ごめんね。あなたを殺したのは私。あなただって、許せないよね。ごめん。でも不思議なの。なんだか遥が私に、こう言ってくれた気がしたんだ。幸せになってくれてありがとう。って。なんでだろう。私、遥のこと忘れないよ。憎くても愛してる。だから。